マック大好き劇団スカッシュ OL 部、お待たせいたしました。通常営業っぽい感じがやってまいりましたね。今日僕が応援しているのは、そう、オリンピックです。オリンピック頑張れということで、マクドナルドさんから必勝バーガーというものがですね、2種類出てましたので、そちらの方を買ってきました。ちょっと声が出づらい感じが出ています。熱いのでアイスコーヒーを飲みましょうかね。さあ、いただきましょう。アイスコーヒーどんな味がするのか。さあ、刺すよ刺すよ刺しますよ。はい、必勝バーガー、ビーフ&パイ、チキン&トマト。オリンピックのマーク、オリンピックのマークついてますよ。リオですか、ブラジルの方でオリンピックが、それを記念したバーガーだと思うんですけど、受験生の方だって必勝したいんじゃないんですか。そういうことですよ。必勝したい人が食べたらいいんですよ。僕だってね、必勝したいんですよ。必勝したいって言うんですか。食べよう、なんか食べよう。もういただきます。なんか必勝バーガー、中にねパインが入ってるよということ。おいおい、見てくれよ、みんな見たかよ、パンの感じが今までねえよ。なんか柔らかいパンの上にパン粉かな、パン粉がふわ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 ついてて、そして中にはパイナップルですよね。パイナップルとレタスとビーフとチーズと、ビーフ2個入ってます。ビーフ2個。パインとお肉の組み合わせ、アリ派ですかナシ派ですか。僕はアリ派なんで、これ楽しみに食べます。いただきます。うん、ソース、多分これ食べたことある、このソース食べたことある気がする。ビッグマックとかかな。パンうまいな、これ。さては、パンちょっと甘みのある、パンちょっと甘みのある柔らかめのパンで、言わずもがなパイナップルですよ。パイナップルがジューシーさを出していて、すごくジューシーなビッグマック、マックっぽい、言うたらマックっぽくて、なのにパイナップル入ってるみたいな感じ。うん、肉2枚とパイナップル1枚なんだけど、このバランスでいいかも。これとこれが合わさってジューシーみたいな、そういう感じする。うん、おいしい。安心するマックの美味しさみたいな感じ。パイナップル苦手な人は、その酢豚にパイナップルとか、そういうの苦手な人はやっぱりじゃんみたいになるかもしれないけど、これは美味しい。俺は夏ってさ、やっぱ食欲がどうしてもこうしちゃう。夏ってやっぱ食欲がどうしてもこうしちゃうじゃん。そのここに甘いのが入ってくると、そのトロピカルな気分になって食欲も増しましょうよ、そういう感じ、そういう感じ。なんでパイナップルかっつったら、どうやらね金メダルを意識してるらしいんですよマクドナルドさんは。なんでパイナップルここ入れちゃおうかなって思ったかっていうと、必勝バーガーということで、金メダルを食べちゃおうよという、そういうことみたいです。じゃあこっち、チキン&トマト。チキン&トマトってでも普通じゃねって俺は思ってるんだけど、どうなんだろう。はい、チキン&トマトの方、あ、パン一緒じゃない、ちょっと違う、なんか筋入ってないで、あ、トマトが丸い、さっきのパインの代わりだね。ちょっと待って、金メダルをイメージしてパインだったってことは、こっちは日の丸かな、日の丸か、赤メダルないもんね。そういうことだね、日の丸だ。じゃあ食べます、いただくわ。あ、うまい。おっと、今まで多分チキンとトマトの組み合わせって今までなかったんじゃないですか、マックの中でよ。あんまない気がするんだけど、あのサルサチキンみたいな、あったっぽいな、そういう商品みたいなやつ。最近記憶がないからな。でもこっちもうめえぞ。うん、このチキンがクリスプ的なサクサク上がってるやつなんで、脂っこいかなと思いきや、トマトの爽やかさで、このソースも美味しいのかな。ペッパーの効いた、両方ともペッパーの効いたね、美味しいソースですよ。うん、うまいぞ。なんで今までこれなかったのかな、え、あったのかなみたいな美味しさ、安心感。マックの美味しさってこれだよねっていう。いや、これマックっぽくなくてうまいっていうやつはさ、正直マックで食べなくていいじゃん。え、そういうのもたまには美味しいんだけど、こういう定番的な美味しさいいと思う。俺は必勝バーガー2種、どっちがうまいかって言われたら、俺はちょっと今回はパインチキン、パインチキン、パインチキン、チキン、おめでとうございます。今回チキンでした。サラダっぽさがあって美味しいです。なんでだろう、こっちの方が好きかと思ってた。うん、美味しい、どっちも美味しい。熱い。あ、じゃあちょっとあれやってみる、
劇団スカッシュのセカンドチャンネルでご法度とされてきたアンケート機能、アンケート機能みたいなやつ、パイン、アリ派、ナシ派みたいな、一応やってみる。ちょっとなんか照れるけど一応やってみようか。うんうん、やっぱチキンだね。基本的にチキンの方が好きですっていう、多分そういう話だと思う。どっちも前行ってごちそうさまでした。以上マック大好き劇団スカッシュ OLB でした。